はい、皆さんこんにちは。東郷よしきこと東郷よしきです。以前の動画でですね、僕とマーキュリーの関係性についてお話しした動画があったと思うんですけど、一応ですね、まあそれを話する時にもちょっと自分でも思ったんだけど、当時マーキュリーが挙げてくれた僕のことを言ってくださってる動画、当時俺見たんだけど、やっぱね、さすがに覚えてなくて内容を、なんならちょっと今見てみようかなと思って、投稿が1年前になってるから1年越しにちょっとリアクション動画的な感じでね、動画を見てちょっと反応してみようかと思います。それでは動画の方にレッツゴー。はい、それではですね、動画が2つ並んでおります。とりあえずブルー101ジャパンで早速問題が起きました。過去あと愛する曲くれ、まあもう今回はあの僕の動画のところだけをちょっと反応してみようと思いますので、そちら辺を中心にちょっと見てみたいと思います。はい、サブちゃんです。つかめということでね。そっか、サブちゃんか。プリュー始まりましたね。プリューがね始まったんですけど、今回はなしでやりますね。私もお楽しみなんですけども、まあそこでですよ。その中でね、99人の中ね、こうバーって見てたんですよ。そしたら見てたんですよ。見たことあるみたいな。ひょっくん以外に俺見たことあるなと思って見たんですよ。そしたらバチバチの地元の先輩いたって。もう先輩ってこのタイミングで言ったんだ。バチバチの、俺宮崎なんだけど、宮崎の先輩がいたの。で、俺普通に仲良くて、あのこの間正月かな、正月かどっかのタイミングで宮崎帰った時にその先輩と俺飲んでるの。普通になんかその先輩がバーで働いてて、乾杯ってしったね。そのバー行ってなんか飲んでみたいな、そうそうそうっていうような感じで、普通に仲いい先輩がいて、俺ねびっくりよ。えってなんかヒョク君はさ、こう噂が立ってたじゃん。すごい噂が立ってたじゃん。俺の周りでも語ってたよ、ヒョク様。じゃあ出て、あ、やっぱりヒョク君出るんだみたいな感じだったけど、もうヒョク君しか頭にないからさ、俺は。その先輩が出てくるなんて。ちなみにその先輩が、東郷先輩って言うんだけど、東郷先輩が出てて、で東郷先輩、俺多分やっぱ言われたことない気がするけどな。はい、ちょっとめんどくさいんでね、編集めんどくさいんで、こう。写真ですけど、超絶漏れてる宮崎出身でみたいな。でこの人ダンスめっちゃ上手で、でダンスの先生とかもやってんだよ実際。あ、ありがとうね。いいよね、だってもうこの人の情報出てるしね。でいいと思うんですけど、そのね、めっちゃダンス上手くて、一回なんかダンスで日本一取ったことあるんだよね、この人。何の大会か忘れたけど、先行ライオット2014年ですね。でもそれ知ってたんだ、マーキュリー。でってことは2000で俺が宮崎にいた時になんかイベントとかやってるのがいまして、それでそれこそ俺の元メンバーで、りょうさんじゃない、りょうさんのもっと前に俺が YouTube やりだした時ぐらいにずっと一緒にやってた岡山先輩っているんだけど、マーキュリー少女岡山って言うと岡山と一緒に撮ってる写真もあった。マーキュリーのその写真のタイミング、その人が宮崎でイベントとかやってて、その中のメンバーにいたの、東郷先輩。多分ね、宮崎の子なら分かるんだけど、夢崎って今イベントがやってるの、結構大きくなっちゃったんだけど、その元々のイベントとかで関わってたの。そうだね。俺は運営でも何でもないけど、その知り合いがやってたからっつって見に行ってたりとか。マーキュリー結構イベントいた気がする。一回したことあるんだけど、一番最初の時に。で、そっからの付き合いで、普通に仲いいの。中学も高校も全然別なんだけど。あ、言ってくれてるんだ。仲いいからさ、びっくりした。みたいな。中高は違うさ、投票一人しかできないとかだったらさ、どうしようと思って。大事件。俺先輩普通に仲良かったです。昔から仲いいです。ヒョク君はもうみんなも知ってる。だから動画とかいっぱい、回数その少ない数であったっていう割には結構あったら運営できるタイプだから、めっちゃ仲いいじゃん。どうしようみたいな。俺の中で大事件ですよこれは。俺の推しというか2人出てると、どうしようと、これは悩み。いやどうする。じゃあ次、その東郷先輩。東郷先輩だと思って、東郷先輩久々見るわと思ってパンって見たら、うわみたいな。メイクしたとこ初めて見たから、メイクすると本当になんか K-POP アイドルみたいだなこの人みたいな思って見てたんだけど、その人ね、ダンスめちゃめちゃうまい。 K-POP ダンスとかめちゃくちゃうまいし、あのね、俺が初めて見た時にこの人やべえなと思ったのが、あの人バク転とかバク宙とかめちゃめちゃアクロバットしながらダンスするの。アクロバットしたかった。そうそうそう、合戦みたいな感じ。合戦もさ、なんかもうマークがさ、バーンってジャンプしてとか、そういうやるじゃん。アクロバットしたシーンは
ってんの？映りませんでした。映るんかなと思ったら、あの人何したと思う？ヨーヨーをなんか見せた。なぜ？ヨーヨーうまいもん。でさっきもね、スタッフも見て、あのヨーヨーめっちゃうまみたいな言ってたけど、2人してなんで思ったこと、これ1分間ヨーヨーで使う、1年ぶりに見ております。もったいないお前みたいな。マジそれ、いいことあるじゃん、先輩なんだよね、お前なんて。ぜひもっと、え、お前ジャンプしろよみたいな。ねえ、アクロバットしたらあの人絶対上行けんのにさ、案の定コメント欄、え、なんか名前よりヨーヨーの方が記憶にあるみたいな書かれてるし、なんでもったいないことすんのみたいな。名前が売れたのはあなたのおかげだよ。そういうさ、宮崎人ならではだよね。もうちょっと違う。そこじゃないの。だってアイドルだよ。アイドルに要領は求めてないんですよ。まあわかるよ。パワーワード。イメージをつけさせるために要領の人でもいいからつけさせる。その後にダンスうまくね。実はこの人要領だけじゃない。それでガスマスクだしね。なればいいけどさ。でも最初って大事じゃん。番組も始まってないさ。もう。あれじゃん、そうそう、先輩はそこまで考えていない。選ぶわけでしょ、ワンピックを、うん、人と違うことをせんといかんと思った挙句だよね。そうよ、でももったいない。だってね、まあ別にインスタとか、この人のインスタとかまだ残ってるし、そこにも書いてあるから全然言っていい情報だと思うんだけど、東郷先輩あれよ、バンタンのバックダンサーやってたんだよ。すごくない？めっちゃ宣伝してくれとる。日本ツアーのバックダンサー、福岡公演のやつやってたの。スポートダンサーバンタン出てんだよ。お前ヨーヨーじゃねえだろ。絶対間違ってんだって。いやそう、なんかそういうもったいないところもな、まあ、先輩だからまあ可愛いなみたいな、可愛いなと思いつつ、この人ちょっともったいないのバカだなと思うけど、思った以上にね、まあ、その頃も先輩っぽかったり、ダンスをしてる人が少なかったっていうのはびっくりやかな。とにかくそこ2人よ、悩ましいよね。いっぱいいるかと思ったから、もうどうしようと思って、だからもう俺はその映像見て、あの、映像見て、その回ごとに、ひょくくん頑張ってんだ、トーゴ先輩頑張ってんじゃんみたいな、今日どっちかなって、もう毎回一人で悩んで、ワンピックをしますよ。頑張ったよ、頑張ったよ、頑張ったはずなんだけどな。もしかしたら、ウリュー、ワンオンワン、ジャパン、楽しみにしておりますので、皆さんもね、ぜひ応援してあげてください。誰とは言いません。けど僕は、ひょくくんと、トーゴ先輩、とりあえず、ピックしておきます。あじゃあねー。うわあ、がっつり宣伝してくれてるな。改めて突っ放から先輩って言ってるし、てかまず果たしてマーキュリーはずっと僕のことをピックしてくれてたんでしょうか。そこだけがある意味気になるところではあります。ではでは、じゃあもう一つの動画も一緒に見ていきましょう。怖いなあ、正直こっちはもうね、俺がいろいろあった上で、マーキュリーにとってはネタとしてね、いいネタだったのかもしれないけど、ラブちゃんなんですけども、で、東郷先輩も実はなんか、その前にもうマッスルの人が出てきて、俺1位来て、ね、1位の人と腕相撲をしてください。腕相撲で勝って1位取った。そしたらすぐ俺の先輩ね、東郷先輩が和服着て、すっごいチャラい口調で、お前かお前か2回言うな入ってきて、みたいな。まあ確かにちょっとね、そういうキャラやなってずっと思ってたけど、ちゃうわ、なんかね、話が難しい人なんですよ。もう自分の世界がすごいから、キャラというか、いい人だし、パフォーマーとしてすごいいい人だし、あの普通に人としても全然好きなんだけど、なんか面白い人なんですよ。なんかもう自分の世界観がすごいんですよ。仮面ライダー好きだし、東郷先輩ね、めちゃめちゃ応援してんだけど、まあ、もうめちゃめちゃ東郷先輩出してんなみたいな。出して、まあまあ、あの作ってるキャラじゃないですからね、うん、皆さん確かに、うん、あのままですからね、お友達っていう観点から見て、あの、素です。あの、キャラを見てもらえば分かるんですけど、東郷先輩、本当にあんな感じ、本当にあんな感じ、本当にあんな感じっていうわけでもないけど、あんな感じではあるよ。素でやってる。そう、本当にやってる。あれ、あのキャラ別に作ってない、ああいう人。語弊生まれる、語弊生まれる。今、もうこれ出てるからあれだと思うけど、宮崎のイオンの、なんだろう、iPhone ショップみたいなところで働いてたら、スマホ携帯さんですね、グローバルセレクション。で、そのね、東郷先輩が、もうすぐ1位行きたいっつって、1位の子、そろっとする。何するんかな、ダンス対決みたいな。アクロバットとかするんかなみたいな。何したと思う、あっち向いて、これ。なんでもうね、ヨーヨーの時しかに、なんであっち向
でもいい。なんでそんな運ゲーにかけるの。もっとあるやん。お前もっと魅力あるやん。なんでお前はいつまでたってもダンスを見せない。溜めてんの。溜めた結果が映らなかったか。それそれ終わりよ。早く出せよそれって。ねえ、もうびっくりよ。面白い。結果勝ったんだけど。あの運ゲーね、誰が勝つか分からないっていうのがいいかなと思ったので、誰が見てもハラハラできる、それがあっち向いてほい。マーキュリー来たらそれはそれで面白かったわ。これだけだったっけな。俺がこの次に改めてドーンとやらかしちゃった遅刻の時になんか動画出してなかったっけな。あった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 。じゃあそのまま流れでもう一個かなってこれ投げ動画が動画投げちょっと感覚でポンポンポンとあの自分のところだけ見てみたいと思います。さあ待って、25分あるからね。どこで俺が出てくるかな。ボケ始ま、諦めない。ジン好きすぎだろおい。今3話といました。DNA の話来ました。キムユンドン、ユンドン、いやー怖いなー。チョン・ヨンフン、1年ぶり、1年ぶりでもど、ちょっと怖いなー。ユンドン、ユンドンが A、 逆ユンフンが下、逆に俺この動画見たっけな、当時一番多分もう無理だと思ってる時期だったから、ワンチャン、あなたの先輩ですよ。見てないかも、これ。トーゴ先輩、トーゴやったな、やったよ、トーゴやったな。もう呼び捨てじゃないか、おい。可愛いって思ってたキムヒチョン君とバッチバチなっていうな、激怒やったの、激怒やった。なんでそんな怒ってるんと思ったら、東郷先輩1時間半の寝坊でございます。寝坊ちゃうよ、遅刻でございます。まあ遅刻はしたけど、リーダーか、そうだね。あ、じゃあそういうことだったら僕はリーダーしますってね、ちゃまーくやったのに、さらっともうキムヒチョン君倒って、バチギレ。僕たちは人生を変えに来てるんですみたいな感じで、これにかけてきてるんです、そんなあんまり考えねえって、その後の映像が欲しかった人とこうしてるところが、まあそりゃそうなんだけど、はい、確実に長男さんが考えたかな、やったな。絶対はもう俺が見る時点で言ったんだな、ね、自己管理能力というかね、大事でございますから、まあ社内でございます。あとあれや、ごめんよマーキリ、やっぱなんかちょっとの生意気やなとか言って、とりあえずマーキュリーごめんよって感じかな。せっかく押してくれてたから、うん、そこんところやな、しって言うなら。改めてね、もし今度会ったらあの時はごめんねってあのマーキュリーにも伝えたいですね。大体こんな感じですかね。いやー、まあまあ当たり前だけど、最初はね、うわ出てくれるやったやけど、もう俺がやらかししかしてないから、ある意味、だって見てタイトル、毎度恒例統合問題についてだもん。俺についてって書いてるけど、もう25分の中にポーン入ってるぐらいやけど、もうなんだろうね、ネタとしてはね、ある意味ね、今の自分でもわかるけどさ、こうやって YouTube してるから、ネタって意味だったら本当なんだろう、いいものをねマーキリに与えられたのかなって言っちゃえばそういう言い方もできるんですけど、まあもっといい情報でね、こうネタとしては与えたかったけど、まあ本当にね応援してくれてたのは事実だと思うんで、本当ね久しぶりに見るとちょっとこっぱずかしいね。やっぱり改めて今だから、本当に今いろんな動画を僕が上げてるけどさ、この状況がね、ヒロインと俺のこの状況があるから今もう改めてこうやって見れるし、それを動画に出してみんなに見てもらえるっていうかさ、分かってるから、ヒロインたちが温かいのが、いやなんかなおさら会いたいねマーキュリーマジ東京に来たら連絡してくださいってこの動画で言っときますやろ。なんかそのあれやね、おばあちゃん見てるみたいなさビデオレター YouTube を使ってビデオレターになっております。はい、ということでですね、今回は1年前にマーキュリーが上げてくれた、僕のことを記事にしてくれてるね動画をなんと1年ぶりにちょっと見てみました。とりあえずシンプルに面白かった。ほんと申し訳ないっていう気持ちもねめちゃくちゃあるんだけど、逆にね、いやお前さーみたいな感じでさ、いやあれはってこうパッパッパーってこう突発的にさ出しやすいネタしか持ってないみたいなさ、もうある意味いろんな意味でいい方も悪い方も伝説を作ってる自分だと思うので、そういう意味ではほんとマーキュリーにとって動画は作りや
安かったのかもしれないんですけど、まあまあ本当にね応援してくれてありがとうっていう気持ちでマーキュリーはいつも思ってるんで、これからもねまたあいつと会った時はね、まあこうやって YouTube また撮るっていう機会がもしかしたらいつかあってもいいかもしれないんですけど、結構ファンの方にもマーキュリーとコラボしてくださいっていう声も結構あるので、まあまあまあ普通にまた遊べる日が来ればいいなと思ってるし、やっぱまあ自分にとっても本当マーキュリーは大事な友達の一人なので、改めてこれからもですね自分のアカウントも含めマーキュリーのこともぜひみんな仲良くしてあげてください、また仲良くしようねみたいな締めになっちゃったはい、ということでですね、今回の動画が面白かったらぜひ次回の動画でお会いしましょう。それでは東郷由樹でした。またねー。